はい、栗林公園の中にある菊月亭にやってまいりました。こちらでお抹茶とお茶菓子をいただきたいと思います。こちらのお茶菓子は椿をあしらったお茶菓子でございます。甘みがとても美味しいです。大自然を見ながら抹茶いただいてとっても幸せです。素晴らしいです、この茶室。そしてこちらちょっと見てください。なんとこんな素晴らしい景色を見ながらお茶が楽しめるということで素晴らしいです。皆さんもぜひ来てみてください。